先輩の家、うっちーあれは、私が大学を卒業して、上京したての頃の話なんです。その時、大学時代に、サークルで親しくしていた先輩がいらっしゃったんです。すごくできる方で、就職も、放送作家で、結構エリートな会社に就職されて、本当に優秀な方だったんです。その先輩が就職をして、 先に東京に出られていたので、久々に、その方の家を訪ねたんです。憧れの先輩に会えると思って、楽しみで家に行ったら、大学を卒業して一年しか経っていないのに様変わりをされていて、目はくぼんでギョロギョロとしていて、顔が土下色なんです。あれ、先輩ってこんな感じだったかな昔は、 もっとキラキラとしていたような気がするけど、それで家の中にお邪魔をして話をしていると、いや、就職したんやけど、なかなかうまくいかんねん。大学の時は、トントン拍子で、いろんなことがうまくいっていたから、それが今就職したら難しくてさ、というような話をされていて、それで話し込んでいたら、もう、だいぶ夜遅くなってしまったので、 先輩の家に泊まることになったんです。それで先輩が先にお風呂もらうねとお風呂に入られて私は何気なく床に座りながらテレビを見ていたんです。床って木の割れ目がありますよね。つなぎ目って言うんですかね。そこからいきなり水が溢れ出てきたんです。普通に考えたら 床から水が溢れ出ることなんてないので、私もびっくりして、驚きながら見ていると、それは大きな水たまりになって、私も慌てて持っていたタオルで拭いていました。そうこうしていたら、ちょうど、先輩のお風呂から出てきたんで、先輩、この家水漏れしているじゃないですか。と言ったんです。そうしたら先輩が、はあ、何を言ってんの 水漏れしていたら住んでいる私がわかるやろ。じゃあ私次お風呂もらいますね。今水が漏れてきたのはここなんですよ。先輩、ここ見ててくださいね。もしかしたらお風呂を使った時に配管の関係で水漏れをしているかもしれないので、と言ってお風呂を借りたんですけど、結局、全然水が漏れていないってことになったんです。え。 変なの。あんなにさっきは水漏れして水たまりまでできていたのにまたお風呂に入ったら同じ場所が水漏れすると思ったんだけどなぁそう思いながらその日はお泊りをして家に帰ったんですそれからも先輩とは何回か会ったりしていたんですけども不思議と先輩の家に遊びに行くときには道を間違えたり 乗る電車を間違えてしまったりしてそれでたまたま先輩の家が近くだから行こうという感じでちょっと引き寄せられるような形で遊びに行くことが多かったんですそういう時に限って先輩はちょうど彼氏に振られたタイミングだったり仕事がうまく行っていなかったり何かしらの悩みを抱えている時が多くて そういうような暗い話を聞いて家に帰ることが多かったんです。そうこうしているうちに私も上京して忙しくなってきたのでしばらく先輩とは会わなくなっていたんです。それで久しぶりに先輩に連絡を取ってみようかなと思って電話をかけるとこの電話番号は現在使われておりません。というような感じで電話が使われていなくなっていたんです。 それで私も不安になったんですけど、その日は違う予定があったので、そちらの予定に行こうとしたんです。そうしたらいきなり、その予定がキャンセルになって、しかも、電車をうっかり乗り間違えていて、気がついたら先輩が住んでいる駅に降り立っていたんです。あれ、何で電車を間違えちゃったんだろう、私。なんだかおかしいな。でも、 ちょうど先輩のことが心配だったし先輩の家まで訪ねて行ってみようかなそう思って先輩の家を訪ねたんですそして先輩の家についてノックをしてみても先輩の返事はない先輩最後に会った時も結構うっき味だったし悩んでいる様子だったから部屋に引きこもっているのかなそう思って ドアノブに手をかけたんです。そうしたら、ドアノブがカチャッと開いて、その瞬間に生臭いような、臭い匂いが、ブワッとしてきたんです。中を見ると、すぐには捨てられないような家財道具がまとまって置いてあるのが見えて、そして、床に赤黒いシミのようなものがついているのが見えたんです。それを見たとき、全身に鳥肌が立ったんです。 それで一気に怖くなって、急いでドアを閉めて、そして逃げるように帰ってしまったんです。少し家に帰ってから落ち着いて、先輩の実家の電話番号を調べて、電話をかけたんです。そうしたら先輩のご両親から、突然のことだったんですけど、亡くなったんです。って言われて、とても驚いたんですね。今思えばやっぱり不思議なのは、 先輩が落ち込んでいる時だったりだとか悩みがある時に私はいつも引き寄せられるように先輩の家に行っていたことと床に広がっていた赤黒いシミなんですけども私が初めて泊まりに行った時に水たまりができていた場所と全く同じ位置でその水の広がり方も全く一緒だったんですよね最後までご視聴ありがとうございます。 よろしければチャンネル登録お願いします。